はい、どうもタンタンです。この度の東京ハンドクラフトギターフェスにおいてですね、展示されてたんですけど、こちら田代ウクレレ、田代照之さんですね。アストリアスの工場の方で働いておりまして、今やですね、うちの方もアストリアス、この間ウクレレとギターとカスタムオーダーして出来上がってきたんですけれども、そちら、今はね、すべて、前はギターなんか辻渡さんのサインが入ってたんですけれども、すべてウクレレもギターも、この田代さんのサインがラベルに入るようになっておりましたね。今最終検品というかな、その辺あたり完全に任されているんじゃないかなと思いますけれども、その田代さんの制作した自分の名義のウクレレですね、田代ウクレレ、こちらの、モデル名が ASMC の KCW となっておりまして、テナーサイズぐらいかな、ちょっとスケールを今測ってみますけれども、よいしょよいしょ、そうですね、4334っていうところでしょうか。なので、まあ、普通のテナーサイズっていう感じですかね、はい、なっておりまして、独特のこの2フレット分ぐらいでしょうか、移動したこのカッターウェイの感じ、そして、まあ、なんといっても特徴はこのヘッド、中空のヘッドですね。この部分、インレイとかではなくて穴がというか、この部分にこう掘られていてですね、中が中空になっているというこの独特のヘッドですね。で、今回はこの、まあ、小モデルというんですかね、この非常に綺麗な木目となっております。そして、もう一つ、ここ、コンターがついてますね。ちょっと角がないので、痛くないという感じでしょうか。で、木目、こちらは本当素晴らしい木目の、材料を使ってますね。トップ、そして、サイド。で、バックですね。前面に非常に、こう、綺麗な、カーリーの出た材料を使っている一本という感じ で、指板の方もこう特徴的な木目ですね。濃淡の非常にコントラストのはっきりした、指板なんですが、ちょっとこれ材質までは聞いてないんですけれども、触り心地からするとマッカーサーエボニーとかシマコクとかその辺なんでしょうかね、そんな感じの指板となっております。で、音の方ですね、非常にこうなんか音がね、ふわっとふくよかというかな、エア感のある音ですかね。した感じがないというかな、そんな感じですごい優しい柔らかな感じだけど、ボリュームがすごくある、そんなイメージかなというところですね。非常に綺麗にできてますし、鳴りの良い一本じゃないかなと思いますね、はい。そしてまあ、やはりショーに展示しただけのことはあって、非常に綺麗な木目の一本となっております。はい、ですね、ヘッドの付き板も非常に綺麗ですね、はい。ということで、こちら田代ウクレレですね、田代さんの、モデル名 ASMC の K の CW カッタレイですね、こちらのモデル、もちろん
入荷は1本限りとなっております。ぜひお早めに、お問い合わせの方いただければと思います。それでは、タンタンでした。